第9不評師団は、大韓民国陸軍の師団の一つ。別名は、白馬部隊。朝鮮戦争中の1950年10月25日に、ソウルで、中世道出身将兵が主軸となる、第28連隊、第29連隊、第30連隊を機関に編成、第3軍団に配属。1950年11月中旬に、第1域及び、 継承北道内陸部でゲリラ討伐に従事した。1950年12月中旬、厳州、高領に移動して東部戦線の防御を担当。1951年4月、関谷霊付近まで進出。1951年5月、中朝軍の5月攻勢を受けて配送。5月末に第3軍団は解体され、第9師団は、 アメリカ軍第10軍団の指揮下に入った。1951年8月、作戦地域を第25師団に引き渡し、講座とポチョンに移動。陸軍本部直轄となり、8月18日から10月12日まで、部隊整備と教育訓練を実施。1951年10月、アメリカ軍第1軍団配属となる。11月、 占領していた281高地、395高地をめぐって第126市と交戦した。1952年4月5日、アメリカ軍第9軍団に配属変更。1952年10月、白馬高地の戦いで第38軍を撃退。この功績で、師団長の今主五少将第28連隊小隊長の定落起少位 第29連隊第9中隊所属の金1万、主軍僧に主軍十字章が授与された。1952年10月26日から11月15日まで、作戦地域を第3師団に引き渡し、思想理に移動して、軍団予備となって、部隊整備と教育訓練を実施。期間中、第30連隊は第2師団に配属され、狙撃両戦の戦いに参加。 1952年11月、狙撃両戦地域に移動して、第2師団陣地を引き受けた。1953年1月20日、第1野戦砲兵団が編入され、第9師団砲兵団を創設。1953年6月、後、星山周辺の高地に攻撃してきた第24、軍を撃退して、指定抗戦を維持した。ベトナム戦争時の、 第9師団兵士1966年、ベトナムに派遣され、中越韓国軍司令部指揮下に編入、任法アの基地を占拠した。第28連隊は、トゥイホア地域、第29連隊は、任法ア地域、第30連隊は、カムランを担当した。1967年7月、首都師団と共にカラスカササギ橋作戦に参加。 1968年10月から開始された白馬作戦では北ベトナム軍兵士382人を射殺し、北ベトナム軍第7大隊と第18連隊を無力化した。1969年5月、第30連隊第2大隊の兵士が北ベトナム軍第5師団の基地がある田尾山に空中輸送され、一帯の洞窟と暗挙を捜索。 北ベトナム軍155人射殺、韓国軍の損害は、戦死3人、負傷1人であった。1979年12月、師団長のロタイグ少将が祝軍クーデター参加し、第29連隊を中央機関に出動させた。1980年3月23日、第29連隊が、二川沖にて、満潮に乗じた幸い州大橋近くまで浸透した。 武装教三軍三人を射殺する戦果を挙げた。ありがとうございます。